北村さん、いよいよその時が来ましたね。今のお気持ちを聞かせてください。いや、こんにちは、浦飯祐介役北村匠海です。お願いします。いや、今だかつてこの規模感のあのイベントってなかったなっていう、個人的にもなんか今不思議な感情なんですが、あのこんだけたくさんの方が待っててくれてたんだなって思ってます。制作期間約5年かかってます、この作品。それだけの長い年月もありますが、まずは見て、今日まず世界で一番最初に皆さんに見ていただいて、どんな感想を持ってもらえるかなっていうのがすごく楽しみで今日ここに来ました。よろしくお願いします。やはりこの熱、この待望の熱い熱意、ぜひファンの皆さんに一言ちょっとお返しいただけませんでしょうか。すごいことになってますよね。でも本当に僕たちもやっとの思いでここに立ってるので、皆さんと本当同じ気持ちというか、はい、ぜひとも最後まで楽しんでてください。ありがとうございます。北村さん、ありがとうございました。ちょっと歓声が足りないんじゃないですか。北村さん、ありがとうございました。残忍さを合わせ持つ美しき妖怪、鞍馬役志尊淳。参りました。今のお気持ちをお聞かせください。そうですね、作品を撮ってる時はこんなたくさんの人に、間近で見てもらえるとは思ってなかったのですが、こんな熱量で見てもらえるっていうのは役者冥利に尽きるなと、もうその一言です。ありがとうございます。今日この日のために仕事頑張ったよ、そして休んじゃったよという方もいらっしゃるみたいなんですが、そんなファンの皆さんに一言お願いいたします。そうですね、さっき匠も言ってましたが、5年かけてこの規模で作った作品で、僕らはやれることはやったと思っているので、あとは皆さんに楽しんでもらって盛り上げてもらえたらなと思ってます。志尊さん、ありがとうございました。志尊さんがもっと大きい声を出してほしいと密かに思っています。志尊さん、ありがとうございました。
する一匹狼の妖怪ヒエイヤク本郷カナタ。いよいよこの日が来ました。お気持ちをお聞かせください。はい、いやまずすごい数のお客様に圧倒しております。5年ぐらい前にこの作品に出させていただくことが決まってから本当にこうやって皆さんに見ていただける日を心待ちにしてました。魂削ってスタッフキャスト一同一生懸命作った作品なのでぜひ楽しみにしていてください。さあ、LED スティックが鳴り響いています。ライブ配信の方々もご覧になってます。ファンの皆さんに熱い言葉をお願いします。はい、本当に今日すごくスペシャルなイベントになると思うので、最後まで楽しんでいてください。本郷さん、ありがとうございました。この本郷さんのスマイルに皆さんのリアクションで応えてください。本郷さん、ありがとうございました。上杉周平。強い緊張感も漂っておりますけれども今日この日を迎えて今のお気持ちをお聞かせください。この日のためにみんなスタッフ一同全員魂削ってやってきました。ついにこの日を迎えられて最高に幸せな気持ちです。はい、さあそしてたくさんの声援を送ってくださっているファンの皆さんに一言お願いいたします。こんな機会めったにありません。ぜひ楽しんでいってください。上杉さん、ありがとうございました。そうです、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 もっとお願いします。上杉さん、ありがとうございました。さあ引き続きキャストの皆さんをお呼びいたしましょう。ゆうすけの世話を焼く幼馴染雪村恵子役
白石聖。いよいよこの日を迎えることができました。今の心持ち、その思い、ちょっと教えてください。いやもう本当に私自身この日を迎えるのをずっと心待ちにしていたので、これからすごくワクワクしています。そして作品はもちろんのこと、白石さんのファンの皆さん大勢集まってます。皆さん集まってます。一言いただけませんでしょうか。私自身もこうやってたくさんの方々に実際お会いできる機会がないので、すごく今日楽しみにしてきました。皆さんぜひ楽しんでいってください。白石さんありがとうございます。先ほどと同じく温かいサポートのリアクションをお願いできますでしょうか。白石さんありがとうございました。霊界へ導く案内人、ボタン役古川琴音。この日を迎えました。たくさんの声援に包まれて今のお気持ちいかがでしょうか。もうすごい圧倒されてます。で、私もこの日をずっと待っていたので、同じく待ってくれていた方がこんなにたくさんいるんだなと思ってすごく胸がいっぱいです。ありがとうございます。そしてこの上映を楽しみにしているファンの皆様に一言メッセージをお願いいたします。きっと皆さんの期待を超える作品になっていると思うので、この大きなスクリーンでぜひ楽しんでください。古川さんありがとうございます。イエスイエスYes! これです。ありがとうございます。古川さんありがとうございました。生き別れた兄を探す織部雪菜役、三上愛。
よいよこの日です。お気持ちは？いや、ものすごい緊張しているんですけど、こんなたくさんの方々がこれから一緒に作品を見てくださるんだと思うと、とてもワクワクしています。さあ、氷目ですけれども、めちゃくちゃ熱い思い、声援、熱意を皆さんお持ちでここに集まってます。皆様にも一言いただけますでしょうか？世界最速上映ということで、皆さん大きなスクリーンで目にも、で素敵な音響で耳にも焼き付けて帰っていってください。よろしくお願いします。三上さん、ありがとうございました。温かい拍手ありがとうございます。でもきっともっとできるんです。ありがとうございます。三上さん、ありがとうございました。霊界探偵となったユウスケに指令を与える閻魔大王の息子、コエンマ役、町田啓太。スペシャルな機会での上映会となりましたが、今のお気持ちいかがでしょうか？そうですね、本当に今日という日を僕も楽しみにしていましたし、皆さんもこれだけ楽しみにしていただいたんだなというのが今この会場で皆さんから伝わってきたので、本当嬉しいです。ありがとうございます。もうこのようにたくさんの皆さんが楽しみにして声援を送ってくださっています。ファンの皆様に一言お願いします。はい、今日はおしゃぶりがなくて喋りやすいです。一緒に楽しい時間過ごしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。町田さん、ありがとうございます。素晴らしいリアクションありがとうございます。でもきっともっとできますよね。ありがとうございます。町田さん、ありがとうございます。ユウスケと桑原の師範、玄海役、梶芽衣子。
いよいよですね。あの前しか届きませんでした。いや届きました。届きました。一番前に届きました。よかった。こんばんは。カジメイコでございます。どうぞよろしく。カジさんの輝かしいキャリアの中でも、はい、このスケールです。今のすごいですね。今出てきた時、うわすごい、びっくりしました。あまりこういう機会ないので、あの映像の方ばっかりやってますけど、直接こうお客様に接するってことはあまりないので、もうびっくりしました。会場の皆さんも同じくびっくりされてると思いますけれども、あの、はい、会場の皆さん、そしてライブ配信ご覧の、はい、そのファンの皆さん、悠々白書ファンの皆さん、そして梶さんファンの皆さんにも一言いただけますか。はい、もう私がこの58年目に今年なります。そのキャリアの中でもう今回の作品ほどリッチで、まずリッチ、何がリッチ、衣装合わせの段階から、オートクチュールでございます。初めてでございます。それで衣装ができるまで1ヶ月かかる。もうそれだけでも驚いて、現場行ったらものすごいメカニック、このメカニックを全て把握して、監督、それからカメラマン、もう照明さん、スタッフ全員、もう本当に皆さん大変だったと思います。でもそれだけに、もう世界に、もう日本でもこれだけのものができるよっていうものができたんじゃないかなと思って、本当に期待していただいていいと思います。皆様、あの明日から世界阪神ありますけど、どうぞお楽しみにしてください。ぜひ見てください。よろしくお願いします。梶さん、ありがとうございます。改めて拍手をお願いいたします。リアクションをお願いいたします。今一度大きな拍手をお願いいたします。梶さん、ありがとうございます。皆さん、心の準備はできていますか。ユウスケたちの行く手を阻む爆弾を司る妖怪カラス役、清水博也。景色だと思いますが、今ここに立ってどんなお気持ちでしょうか。そうですね、さっき裏からこう待機してる時にちょっと皆さんの様子が見えたんですけど、いざ出てきてみたらその10倍はすごかったですね。ちょっと今心臓の動機が止まらないんですけれども、はい、いやありがとうございます、はい、今日は楽しんで帰りたいと思います、はい、さあそして会場に駆けつけたファンの皆さん、そして配信をご覧の皆さんに一言お願いいたします。誇張でも何でもなく、本当に歴史的な日だと思います。会場に、来てくださった皆さん、そして配信をご覧の皆さん、今日は楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。清水さん、ありがとうございます。
そうですそうです、もっとです、もっとお願いします。清水さん、ありがとうございました。続いて、体を自由自在に変形させる能力を持つ妖怪、トグロ兄役、滝藤健一。さん、いよいよ来ましたね、この日が。長かった。もう撮影2年ぐらいやってたし、そうですね、僕は今年 LA にも行かせてもらいましたし、もう本当にこの間までアフレコやってたって感じなんで、よく年内にできて、もう本当に感無量っす。はい。そしてお集まりの皆さんのこの熱、ライブ配信ご覧になっている皆さんの熱、ファンの皆さんにも一言お願いします。お待たせ。本当にぶっ飛んですげえのができたと僕は思ってます。なので、めちゃくちゃ楽しんでってください。今日は忙しい中ありがとうございます。滝藤さん、ありがとうございました。熱い思い伝わってきました。もっと熱くしてください。滝藤さん、ありがとうございました。そして最後は、雄介たちの前に立ちはだかる最強の敵、トグロ弟役、綾野剛。年月を経てこの日がやってまいりました。今の熱い思いお聞かせください。いや、まずは皆さん、楽しんでますか。ありがとうございます。やっとこの場に立てて、大変光栄です。ありがとうございます。そしてなかなかないこのスケール感での上映会ですけれども、今日お集まりいただいたファンの皆さんに一言お願いいたします。いや、もう本当に感無量です。なんかこんな景色を見させていただいて、大変嬉しく思っています。今から皆さんにですね、皆さんが見たことない景色を今度は僕たちが見せる番だと思っています。ぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。綾野さん、ありがとうございます。もっと思いを伝えてください。リアクションでもっと思いを伝えてください。
綾乃さん、ありがとうございました。そしてもちろん、今日はこの作品の指揮を取られたこの方にもお越しいただきます。月川翔監督。心血を注ぎ込んだこの作品、期待感を込め拍手をお願いいたします。月川監督、ありがとうございます。ここでキャストの皆さん、そして監督の写真撮影を行います。皆さんステージ前にお集まりになりました。そしてここで、MC 務めていただいた小熊さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ最後までお楽しみください。ありがとうございました。それではこれよりメディアの皆様によるフォトセッションのセッション時間を取らせていただきます。そしてキャストの皆さんが投げ入れてくれたボール、これ皆さん受付で特別なプレゼントと交換となりますので、お帰りの際ぜひとも受付にお寄りいただければと思います。ラッキーな皆さん、おめでとうございます。そして現在メディアの皆様のフォトセッション取り行っております。皆さん、静かにする理由はないんですよ。静かにする理由は全くございません。それだけですか？それだけなんですか？さあ、メディアの皆様のフォトセッションの時間が終わりました。カメラ、そしてスマートフォンお持ちの皆さん、今がチャンス！キャストの皆様もちょっと手を振っていただければ幸いです。じゃあキャストの皆さん、まずは正面お願いします。
皆様、キャストの皆様、左の方視線をお願いいたします。左の方、そして急ですが右の方にもお願いいたします。2階席、3階席、そして上の方にもファンの皆様がいます。ぜひ手を振っていただければと思います。それではここで悠々白書待望の配信を記念いたしまして、この衝撃を世界中に届けるためにレーガンを世界に向かって打ち上げます。レーガンの威力を最大にするためにこの会場にいらっしゃる皆さん、そして配信をご覧の皆さん、霊気を送ってください。旧 TwitterX の Netflix 公式アカウントに表示されている本日19時午後7時に投稿されたポストにハッシュタグ世界一周霊眼をつけてリプライをお願いします。リポストではありません。返信のリプライです。ハッシュタグは全部漢字で6文字、ハッシュタグの後は世界一周霊眼と書いてリプライをお願いします。お間違いのないようお願いいたします。皆さんのリプライの数に応じてより大きな霊気を集めることができます。ぜひ皆さん一致協力いただき大きな霊眼を作ってください。それでは北村さん、スタンバイよろしくお願いいたします。私が3、2、1とカウントダウンをいたします。皆様同様に霊眼の掛け声をお願いいたします。I'm going to be counting down 3, 2, 1, 3, 2, 1 and belt it out. レーガン。皆様よろしいでしょうか。それでは北村さん、あのポーズでスタンバイをお願いいたします。会場の皆さんもご準備ください。それでは一緒に叫びましょう。それでは参ります。3、2、1、レーガさん、皆さんありがとうございました。全世界に霊眼が届きました。ちなみに映像内に映っていたニューヨーク、ブラジル、ロンドン、バンコクの野外広告、屋外の広告ですけれども、実際にリアルタイムで霊眼が駆け抜けていたんですね。きっと世界中の方々もファンの皆さん驚いて喜んだことでしょう。さあ、それだけではありません。まだまだ
皆さんがびっくりするようなプレゼント、この企画にはあるのです。先ほどご協力いただいたハッシュタグ世界一周レーガンですが、リプライしていただいた方々の中から抽選で1組2名様になんとレーガンと同じく世界一周旅行が当たります。まだリプライしていただけてないんですか？もったいない。ぜひ旧 TwitterX の Netflix 公式アカウントに表示されている一番最新のポストに対して漢字6文字です、ハッシュタグ世界一周レーガンと書き添えて、ぜひリプライよろしくお願いします。このキャンペーンは本日限り23時59分59秒までです。ぜひともこのチャンス逃さず、皆さんチャレンジよろしくお願いいたします。さて改めてキャストの皆さんと月川監督にお話を伺っていきたいと思います。皆様ステージの方へご移動よろしくお願いいたします。さあ改めてキャストの皆さんと月川監督お話を伺ってまいります。まず最初の質問です。改めて完成したこの作品、本作をご覧になっていただきいかがでしたでしょうか？簡単で申し訳ないんですけれども、お一人お一人の役柄がありますよね。それにもちょっとコメントをいただきながら感想を一言お願いいたします。そして監督には後ほどになりますけれども、実写化のお話を伺った時のお気持ちを伺わせてください。お願いします。ではまず北村さんからお願いします。はい、改めまして浦飯裕介を演じました北村匠海です。お願いいたします。まあ、浦飯裕介という人間、言わずもがなな、ファンの方もいらっしゃると思いますが、まあ、どうしようもない不良少年が霊界探偵になり、まあ妖怪で戦っていくんですが、なんかその中で彼の信じた正義っていうもの、前編通して突き通している正義感っていうものが、今回実写版にも全5話ですけども現れていると思います。そんな役どころを演じさせていただきました。そうですね、あっという間に見れちゃって、撮影期間もすごい長かったし、アクション練習、役と向き合う時間、本当に今まで自分が出会ってきた役とは全然異なる時間向き合ってきた中で、これがこの時間に濃縮されてるなっていうのが改めて感じましたし、なんか自分がこんだけ時間かけて作ったとかそういうのはもう本当にどうでもよくて、ただ完成したものを見た時に監督にこりゃとんでもないものできましたねって言いたい気持ちでいっぱいになりました。だからぜひともこれから見ていただける皆さん、そして明日から見ていただける世界中の皆さんがどんな感想を持つか、そしてこう幽々白書の世界でどんな体験をしてくれるかっていうのがすごく楽しみですし気になりますし、あと本当にすんごいイベントですね。ちょっと僕らがびっくりしてて、そんぐらいの、だってこれはもう悠々白書のワンマンライブといっても過言ではない規模というかね。ヒロエも言ってましたけど、本当に歴史的な作品、歴史的な日に、なると思いますので、ぜひともこの後も楽しんでてください。はい、ありがとうございます。志尊さんお願いします。改めまして鞍馬役を演じました志尊淳と申します。鞍馬という役はですね、陽子として生まれて、でも人間の受精体に憑依して、人間の見た目で生きている、まあ、妖怪なんですけれども、見ていただけたら、その鞍馬っていうところの、
まあ、人間性であったりとか妖怪としての気持ちだったりとか見ていただけたら見ていただけるかなとは思っております。作品を見た感想は、なんかもう本当に一言で表現するのが難しいですけど、とにかくエンドロールが流れて自分の名前があった時にすごく自分っていうのを誇れるようなそんな作品に出会えたなっていう感覚でした。はい、ありがとうございます。本郷さんお願いします。はい、比叡役を演じさせていただきました本郷奏太と申します。どうもありがとうございます。ありがとう。比叡という役柄はですね、生き別れた妹を探しつつ、一人で戦いをしていく一匹狼的な妖怪なんですけれども、作品を見た感想としましてはですね、本当にもうアクションシーンや VFX 見たことない映像の連続で、うわークラマのローズウィップこんなになってんの、うわあクワバロの霊剣かっけー、うわ霊眼ここできたみたいな感じでずっと大騒ぎして見れました。一人だけど本当に大騒ぎして見てました。それぐらいとてつもない作品が出来上がってます。皆さん今日見ていただいたら同じように家できっと盛り上がると思うので、今日見た続きも明日ぜひすぐに見てみてください。今日は楽しんでいってください。ありがとうございました。上杉さんお願いします。はい、改めまして桑原一馬を演じさせていただきました上杉修平です。ありがとうございます。桑原はですね、恨めしをライバルと自認しており、仲間だったり自分の居場所を守るために強くなきゃいけないっていう気持ちをピュアに持ち続けて強さを探求している精神的にも肉体的にもタフな男です。そんな桑原演じれてすごい楽しかったですし、作品見てこのエンタメっていうのに時間を費やすことが無駄じゃないなって思える作品になっていると思います。本当に皆さんの時間を使ってたくさん広めて見ていただきたいと胸を張って言える作品になってます。ぜひご覧ください。ありがとうございます。白石さんお願いします。はい、雪村恵子役を演じさせていただきました白石聖です。ありがとうございます。恵子はとっても勇敢で芯のある、そしてユースケの幼なじみで、そしてこうユースケのことをすごく信じている信用しているそういう女の子なんですけど、もう作品を見た時にもう皆さんのアクションシーンがすごく圧巻で、一気に5話まで私はもう夢中になって見てしまいました。で最後のエンドロールを見た時に、あ、もうこんなにたくさんの方々の力が集まってやっとこう一つになったんだなっていうのをすごく実感して、こうなんて言うんでしょう、感無量な気持ちになりました。今日皆さんにも第1話見ていただいて、明日からまたその続きを見ていただいて、もうすごく皆さんに早く見ていただきたいので、はい、楽しんでください。ありがとうございます。古川さんお願いします。ボタン役を演じました古川琴音です。ありがとうございます。ボタンという役は霊界の案内人で、ゆうすけのお世話役というかマネージャーというか、なんかゆうすけのお尻を叩きながらも温かく見守っていく役かなと思っております。作品を見た感想は、ちゃんと出演していたはずなんですけど、どうやって撮ったんだろうっていう、いちいちそうなんでしょうね、ここ私出演してるのにこのグリーンバックの先にこんな景色が広がっていて、でアクションもなんで人間があんな動きできるんだろうみたいな、そういうもう出てることを忘れて純粋に楽しめる作品でした。で1話も
そうなんでしょうね、それと言葉にならないぐらい迫力があるんですけど、それを皆さんがこの大きなスクリーンで見れるのが羨ましいなと思っています。続きも楽しんでご覧ください。ありがとうございます。三上さんお願いします。雪菜役を演じました三上愛です。私の演じた役は涙が比類石っていう宝石になる力と、あとヒーリング能力を持った心優しい妖怪で比叡の妹です。そうですね、初めて見た時はとにかくスケールがすごくて、今まで自分が見たどの作品とも比べられないなって思いました。でもちろんアクションとかもすごいんですけど、そこにちゃんと人間の心が通ったドラマがあって、すごい皆さんのお芝居にも、あのカメラワークとかスタッフさんの動き方にも、あの心打たれました。はい、ありがとうございます。清水さんお願いします。はい、カラス役を演じさせていただきました清水弘也です。ありがとうございます。ありがとうございます。カラスは、ユウスケたちの前に、突如現れて立ちはだかる、容器爆弾を操る妖怪といった、役どころなんですけど、そうですね、本当に美術、衣装、もうすべてお芝居ももちろんですし、撮影においてもそうですし、本当にどの部門、どの部署を取っても最高峰の技術が、詰め込まれている、本当に文字通りこれこそが本物の超大作だと、思ってます。本当に改めてそんな素晴らしい作品にですね、参加させていただけたことを光栄に思いますし、こんなに素晴らしいイベントに、自分も立たせていただけて本当に光栄な気持ちです。ありがとうございます。ありがとうございます。町田さんお願いします。はい、公演前公演にさせていただきました町田啓太です。ありがとうございます。コエンマは霊界にてボタンとともにユウスケを霊界探偵と仕立て、そして命令ばっかりするっていうキャラクターなんですけれども、これがすごく難しいところが、自分自身は人間界と魔界のやっぱりこう中立といいますか、自分では手出しができないという立場だったので、ユウスケに偉そうにたくさん言うんですけれども、なんか匠君演じるユウスケがなんかすっごい言いたくなる、なんかそのユウスケ感が原作そのままだなというありまして、なんかこう言いがいがあるみたいなとこ楽しくやらせてもらったんですけれども、でそんな中完成したものを見て、いや本当に光栄だなと、もうこれに尽きるなと思うんですけれども、本当世界の皆さんに見ていただくのにふさわしいというか、これを見てもらってぜひ楽しんでもらいたいと本当に心から思える作品ですし、で僕はもう指示ばっかり出してたので、皆さんがどれだけアクションだったり撮影がこんなに大変だったのかと、ちょっと涙出そうなぐらい、本編見て、思い知りましたし、なんかそれは多分皆さん見てとんでもなく見応えあると思いますので、ぜひ楽しみにしてもらいたいです。はい、ありがとうございます。梶さんお願いします。私がすいません。お願いします。玄界をやらせていただきました梶芽衣子でございます。ありがとうございます。私はもう本当に今のこの年齢でこの役が来るっていうのは信じられなくて、本当に私でよろしいんでしょうか、3回ぐらい申し上げたんですけど、どうしても私にやっていただきたい、皆さんプロデューサーの方、皆さんもう本当にできるかなっていう不安の方が多くて、アクションって難しいんですよ、やってみると。でこれがもうこちらに今いらっしゃる方皆さん本当にお上手で素敵でした。
だからそういうのを見ていて、私が足手まといになったらどうしようかなって、で北村匠海さんとずっと3日間絡みのシーンを撮ったんですけど、もう本当に匠海さんはね、優しいからちゃんと受けてくれるんですね。だからその分助かりましたけど、役名が限界ですから、アクセント変えるともうカジメコも限界だろうって言われないように頑張ろうかなと思って本当に。でも終わってみればなんだかとってもすごい作品に出させていただいたなと思って、これからの私の人生の中でもきっと宝物になるだろうと今は思ってまして、どうぞ世界中の皆様、こんなすごい作品ができました、ぜひ見てください。明日からよろしくお願いいたします。ありがとうございます。滝藤さんお願いします。はい、トグロのお兄ちゃん滝藤ですありがとうございます。まあ最強のヒールっすよね。どの漫画読んできたってこれほどの悪役はいないだろうって思うぐらい最高のヒールでした。ただやっぱりこの若いみんなのねエネルギーとね情熱がすごくて、おじさんはもう毎日くたくたでした。体ボロボロでした出来上がった作品は本当に素晴らしくて、まあアクションはもうもちろんすごいです。もうぶったまげると思います。ただそこに至るまでのそのそれぞれのキャラクターの葛藤とかがものすごくよく描かれているので、そういうところを楽しんでもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。綾野さんお願いします。はい、皆さん改めまして、トグロ弟と共に歩みました綾野剛です。ありがとうございます。いやもうまさに、見終わった後にですね、漫画の実写化はもちろんですが、現場の情熱と熱狂の映像化にも成功した本当素晴らしい作品になったと思っています。何よりお芝居と VFX の、共存、監督はこれを掲げていました。その中で、それがちゃんと共存していましたし、何より、ここにいらっしゃる皆さん、そして、この場にはいない、キャストの皆さんも含めて本当に瞳だけは目だけはやはり VFX では描けない、そういったことを改めてこの作品に教えていただいたと思っています。何より、それぞれのキャラクターが持つ眼差しを皆さんに明日から見ていただけると思うと、とてもとても感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございます。では月川監督お願いいたします。監督を務めた月川と申します。まあこの作品のお話を、まあ、初めていただいた時にはあまりにも不可能な挑戦に思えていました。でもだからこそ挑戦する価値のある作品だなと思って、ぜひやらせてくださいということで乗り出しました。それで今これだけのお客さんを前にして思うのはとても誇らしい気持ちです。一緒に作り上げてくれた仲間たち全てが誇らしい気持ちです。それで明日から皆さんに全話お届けできるということをとても嬉しく思っています。ありがとうございます。続いて撮影中のエピソードについて、伺いたく思います。もう本当に素晴らしい熱い迫力満点のアクションシーンが連続して続きます。本当に見どころなんですが、印象的なエピソードがあればぜひ教えていただきたく思います。北村さんからお願いできますか。もう全ての日々が印象的すぎてですね、ピックアップするのが本当に難しいんですが、いやもうアクションシーンは漏れなく全て
昼夜逆転で撮ったこともありますし、本当に一つのスタジオで毎日毎日顔を合わせながらワンカットワンカット撮り進めて行ってましたし、もうかけがえない時間がすごく多くて、まあそうですね、現場で出るご飯が美味しかったですね。すごい美味しくて、さすがネットフリックス様だなっていう感じはすごくいたしまして、本当大事なんです。現場でのご飯って本当に大事で、僕たちはもちろんそうなんですけど、スタッフの方たち、僕らよりも前に現場に入って、その機材やら照明やらいろんな準備をして、で僕らよりも後に帰って片付けして、また次の日また僕らよりも早く入るっていう日々が本当に長い間続いてたので、本当にこのご飯が美味しいってだけで、僕らスタッフも含めもう目の前の一瞬に全力出せるっていう、なんかそこまでもが豊かだった撮影期間でした。本当に役と向き合う時間もそうですし、そのやれる技術もそうなんですけど、そこに付随するやっぱご飯ですよね。美味しかったですね。もうすごい美味しかったんです。僕とか桑原は本当に体も作ってたので、もう食べれるよねっていう、お互いチクチクし合いながら、ご飯2杯いけるよねとか言い合いながら食べたね、食べましたね。食べに食べて、アクションして、消費して、また食べに食べてっていう日々が、なんかちょっと部活的でもあり有意義で、すごい印象的だったなと思います。命の糧が演技の糧になったという、はい、ありがとうございます。志尊さんお願いします。そうですね、アクションに関してのエピソードで言いますと、まあ、今回作品が決まりました。撮影からも本当、まあ、1年はないですけど、本当半年以上前からアクション練習をやりますってなって、でそのアクション練習場に行ったら、クラマにはこういうアクションをしてほしいんですっていう映像を見せてもらったんですよ。したらもうその映像ですら何が行われてるかわからない映像でして、でちょっとわからないですって言ったら、あ、じゃあ1個だけ課題を課しますと、で志尊君に今回やってもらうのはこれですって言って持ってきたのが、10キロぐらいのハーネス、リングハーネスっていうんですけど、普通のハーネスだったら2点止めて、 前中か爆中、こう一方向にしか動かないんですけど、リングハーネスっていうのはその10キロぐらいの重りみたいなのをつけることで、爆中しながらひねることができるんですよ。なので志尊君はこれで爆中で3回ひねりぐらいやってほしいですって当日言われて、はみたいな、でも大丈夫、できるようになるんでっていうので、すごい練習をさせてもらって、まず10キロのものをここにずっとつけてるってことが辛かったりとか、ひねったことなんてないんで、もうほんと三半規管が大変になったりとかっていうのはありましたけど、そのリングハーネスを使うこと自体やっぱ日本で初みたいだったので、その貴重な経験をやらせてもらって本当に光栄だなっていうのはありました。ありがとうございます、はい、もう本当に身を削っての演技という伝わってきました、はい、本郷さんいかがでしょうか。喋っていいですか。どうぞ。ですね、そうだな、まあ、裏話的な話で、まあ、匠くんが今ご飯の話を喋ってて思い出したんですけど、比叡っていうのはですね、比叡の代名詞でもある必殺技、蛇王炎殺黒竜派を放つわけです。そうなるとですね、右腕はもう焼け焦げてボロボロになってしまうんですよ。なのでその特殊メイクをね、まあ、毎日みんなより3時間ぐらい早く入って使い終わった右腕を作って挑んでたんですけど、真っ黒なんですよ、僕の利き手である右手が。なのでお昼休憩にこっちの手でご飯を食べることができないんですね。なので左手でご飯を食べるのがめちゃめちゃ上手になりました。気づけてなかったです、ごめんなさい。そうなのよ、
ただ朝早かった人だけじゃないの、右手でご飯食べれなかった人なの。一人だけ入り時間1時とか2時とかでしたね。そうそうそう、深夜のメイク部屋入るといつもガーって目つぶってる。さすがにごめんなさいだけど寝ちゃってたな。そうだよ、そんな感じでギリギリやらせていただいてました。ギリギリ感伝わりました、ありがとうございます。上杉さんお願いします。いやそうですね、本当いろいろ考えてたんですけど、まあ、僕はこの VFX ってのを使った撮影が初めてだったものですから、果たしてどうやって撮るのかっていうのが想像つかないまま、さっきからみんなが言ってるアクション練習ってのを半年以上続けてて、どうやんだろうってのが分からず現場に入って、滝藤さんとの演じる戸黒兄と戦うシーンがあるんですけど、どうやんだろうと思って現場行ったら、こんなちっちゃい滝藤さんの人形があったね。120センチのね、160センチのね、そう120、こんなね、もう遠目で見たら分かんないよ。そっくりだったよね。めっちゃリアルでしたね。めっちゃリアルな人形。VFX ってこれなのか。それではないかもね。混乱しちゃって。ただでもなんかそれが大事なんですよね。きっと本当に精巧に作られた滝藤さんの全身のスキャンされた人形があって、それとかをスタッフさんがもう手とかこうクッとかやって動かしながら戦うんですけど、あれは印象的でしたね。この作品ならではだったかなと思います。印象的ですね、はい、ありがとうございます。では続いて伺いたい質問ですが、アクションのみならず人間界、霊界、魔界、異なる種族のドラマの模様も見どころなんですが、印象的な撮影エピソードぜひ、皆さんと共有していただければと思います。では白石さんからお願いします。はい、異なる種族というとユキナとの出会いかなと思うんですけど、まあ、2人ってこう、まあ、逃げ出すところがあるんですけど、こう何でしょう、2人の間に少し友情が芽生えるシーンでもあるし、こうあのアクションというか稽古がいきなり締め技をするところがあって、私にとってはそれが、まあ、ちょっとアクションというか挑戦でもあったんですけど、すごくそれが印象的でもありましたし、まあ、そこから桑原君と合流してっていうところもあるんですが、もう毎日毎日筋肉痛がすごくてあの撮影するスタジオにこうマッサージをしてくださる方が常にいらっしゃってくださって、いやもうこんな筋って痛くなるんだっていう新しい筋肉を発見したりとか、もうなかなかこれから経験することがないだろうなっていうような規模の作品だなっていうのはすごく痛感しました。はい、ありがとうございます、はい、古川さんいかがでしょうか。私が印象に残ってるのは小閻魔様のおしゃぶりですかねあのずっと見てお芝居してたので、どうしてもそれが今頭から離れなくて、でそのおしゃぶり姿を見て2回驚いたんですよ。で1回目はあのおしゃぶり姿が似合う人がいるんだっていう驚き。でみんな多分したことあると思うよ。でも最初はみんな似合ってるよ。最初はね、こんな大きくなって大きくなってか男性いるんだっていう驚きが1回目、ええ、で2回目はあのおしゃぶりなかなか重かったですよね。重かったね。だからその顎がどんどんしゃくれていくっていうあれみたいな顎もしゃくれるしエラも張ってくるんだよねあれね、歯で噛んでるんですよね。あ、そうですよね。舌に当たると
何言ってるか分かんなくなるから特注おしゃぶりで、はいはい、そうそうそう、もうほんとちょっとだけあの歯で噛めるぐらいの長さにしてもらってやったんですよ。はい、え、それでいいの？はい、本当？はい、楽しかったです。楽しかったね、はい、古川さんありがとうございます。町田さんもありがとうございます。では三上さんお願いします。はい、私はあの一度返して戦うシーンがあるんですけど、そこの4方があのもちろんメイクとかその衣装とかでボロボロにされてるのもあるんですけど、多分本当に心身ともにボロボロだったんじゃないかなと察しておりまして、でそのボロボロの姿で必死に戦う姿がめちゃめちゃ心に響いて、なんか涙を流しそうになったんですけど、ユキナは涙を流すと比類石になって CG が生まれてしまうので、必死に涙をこらえて危ないと思ったら目をつぶるっていうのを結構頑張った思い出があります。ありがとうございます。清水さんお願いします。そうですね、僕は参加させていただいた期間もずっと ほぼ全部あのアクションの撮影だったので、もうあの本当にみすぼらしい体をしているので、自分はあの乗り切れるかっていう気持ちがもう大半で、もう毎日必死にあのアクションに臨んでたんですけど、あの僕マスクをしてるんですよ。でロン毛 で動くのでやっぱマスクがずれちゃいけないっていうので結構強くこう固定をしてるので、一回つけるとなかなかこう取れないですよね。あのやっぱり手間がかかっちゃうんで、だからこう水とか飲むのもマスクこうちょっと開けて下からストロー入れてスタジオの端っこに何してんのみたいな、こんなんなりながらチューチュー水吸って、もうここが自由になれないんで、だからもう多分人より他の皆さんより 1.3 倍ぐらいはご飯が美味しかったです。あの合間につまみ食いができないんで、僕はそういう意味では、はい、あのすごくそうですね、ご飯を人一倍楽しみにしていたかもしれないです、心の中でひっそり、はい、はい、ありがとうございます。町田さんお願いします。はい、もう多分おしゃぶりなんだろうなと思いますけれども、皆さんの印象がでも実はこれもう言っちゃおう、ね、コエンマルームっていうのがありまして、1回、撮ったんですね、9割ぐらいで、よしあとちょっとだって思ってたら、その1年後ですね、全部撮り直しますって言われて。ありましたね。ありましたよね。また頭からやって、はい、すごかったよね。すごかった。それがだからオールアップの日があったんですけど、うん、そうなった結果オールアップが伸びて、そう1から撮ることによってまた別日でみんなで上がってって、それもあの本当にこだわってもっといいものに、もっとよりいいものにするためにってことでこんな決断ができるっていうのは本当にすごいなと思いましたし、なかなかできることじゃないし、で行ってみたら3倍ぐらい豪華になってたんですよ、セットが。セットを全部作り変えたんですよね。そう、全部。それもびっくりしましたし、でそのおかげもあってか、その日に原作者の富樫先生お会いしました、はい、ね、来られたんですよね。来られました。でしかも僕その演じて多分こうやって多分このぐらいの感じでユウスケとこう喋ってて命令出してるんですよ。でその今月川監督が座られてるぐらいのところに富樫先生が見られてるんですよ。いや生みの親に、そうですよね、見せるという生で芝居を、もうこんな贅沢ないですね。怖かったですけどね。えコミカルなシーンなんですけど、うん、長い撮影期間の中で一番緊張感ありましたね。はい、そうだった、うん、いや本当にものすごい、なんかでもね、その先生もすごく好意的な、はい、お言葉たくさんかけてくださいましたし、本当にそれが力になりましたし、それはすごく絵にも出てるんじゃないかなと思うので、ちょっと楽しみに見てもらいたいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、綾野さんと滝藤さん、はい、VFX という、キーワードが出ました、はい、これまずは
伺いたいんですが、綾乃さん、はい、そのロサンゼルスでのこの特殊な撮影の現場、聞くところによりますと日本人初だったらしいですね。あ、みたいですね。滝藤さんと僕が、はいはい、ちょっと皆さん拍手薄くないですか。いやいやいや、とんでもないです。快挙です。歴史的な瞬間、どんな感じなんですか。いやでも、そういうお話をもう聞いてはいましたけど、実際現場に行ったらですね、まあ、今回こう優白書のチームをこう温かく迎えてくださって、かつ、同じこうベクトルに向かって一緒になって熱狂してくれる姿を見てとても感動したんですよ。なんかやっぱりそのエンターテインメントっていうものにその国境がない、なんかそういったことを肌で体感して、滝藤さんと監督や皆さんと共に、だからむしろその匠くんはもちろんその皆さんを連れてですね、そのスキャンラインアイラインっていうその会社のその環境にみんなで行きたかったなって。でもこの一歩の扉を隙間だけはなんとかきっかけとして開けられたと思うので、あとは皆さんがその隙間を大きく開いていく、まあ、その一歩になれたのであれば、うん、とても光栄ですし、何より、とても大切な時間になりましたね、はい、ありがとうございます。さあ滝藤さん、はい、どうでしたかロサンゼルス VFX。 いやそれはやっぱりね、とてもスペシャルな時間でした。どうしたんですか林さん、やめてよ。ええ、とっても、まあまあ、僕も日本人初と言いながら郷くんのが1週間先に来てたんで、郷くんが初です、僕は2番目です。ですけど本当にすごくすごいですね。すごかったですね。かったですよ。ここの顔だけをね、はい、顔だけ基本的に動かせないので、うん、まあ、簡単に言うとですね、簡単あ、まあ、簡単に言うとですね、まあ空中で宙返りを3回してくださいっていうのを顔だけで動かさずに表現するんですよ。え？ねえ。よくわからないですよね。あとは、まあ、もっとわかりやすく言うと、こうユウスケに殴られたりするシーンとかを、まあ、顔だけを撮るんで、こうな、まあ、要は顔だけってことですね。はい、ただ、まあ、それって言い換えればですよ、普段は皆さんもそうだと思うんですけど、役によってはこう爪先までこう神経がいく役とかあると思うんですよ。ですがその顔だけでいいって、それはとても贅沢なことだと思えたんですよね。あ、顔だけでいいんだって、そこだけに 100% を作る、なんかそれはとてもなんか幸せな時間でしたし、また改めてそのなんていうんですかね、作品を作る上でのなんか脳トレになったというかアップデートされましたね、はい。滝藤さん、何か付け加えることは、何か付け加えることはありますか。いや、はい、ほら最初ね、撮影が始まった1年目の時に肩に乗ってるっていうのがさ、こうどう、僕だってどうやって乗るんだろうって現場行ってるから、そうだでしょ郷くんも。もう本当アナログなんですよ。そうなの、ね、なので最新の VFX が全てを叶えてくれると思ったら大間違いで、圧倒的な積み立ての上に完成度が上がっていく、うん、だから実際現場ではこういう状態でしたよ。最初ここから始まったんだ。懐かしい、懐かしいっす。ほいで、どうでした、ここまで歩いてくださいって言われてね、こうやって歩いて、俺ら結構有名な俳優だからな、はい、ね、僕懐かしいっす、その光景が。はい、まあ、こんなことをやってましたね。最高のエピソードです。で、本当に滝藤さん、滝藤さんたった一人バージョンと、僕一人バージョンと、誰もいないバージョンと、あとは人形バージョンとか、また僕が入ってとか、だからワンカット OK が出るまでに何回戦もいろんな種類を取る、リファレンスを取るってことですね、はい。本当にお疲れ様です。ありがとうございます。楽しかったです。
はい、ありがとうございますさあ監督にも伺わせてください。もう相当前編細部に徹底的にこだわって作られた、本当に素晴らしい作品だと思いますが、あえて伺います、特にこだわったポイントはどういうところにあるんでしょうか。そうですね、もうたった一つというのを挙げるのが非常に難しくて、まあ、それこそ派手な見せ場もたくさんありますし、今お二人が話していたような難しい技術も駆使しているんですけど、それをひけらかすというよりはもう悠々白書の世界にお客さんたちが没頭できるようにということのために、本当に細かいことを一つずつ積み重ねていったという、もうその繰り返しでしかなかったですね、はい、もう徹底的にこだわる、すべてにディテールに、これかなりのテンションとカロリーが必要ですね。そうですね、やっぱりそれだけの時間をいただけたということが一番大きかったですね。もうクオリティを上げるために必要なことはすべてやらせていただくというような感じでした。それとあの全員あの170代の、ちょっと大丈夫、そう、バカさないわよ、一旦大丈夫です。あのね、170代のあのレンズがあるんですよ。それで輪を作ってて、で真ん中に丸い椅子があるんですよ。そこに座って360回転ゆっくり回るんですよ。もうこれはすごい緊張しました。 VFX のね、撮影手順、はい、そう、はい、ね、皆さんやったでしょ、あれは。やったよね、やりました、はい、あれはもう初めてですね。170台ってすごいですよレンズすごかったです、本当に。レンズでは良かったです。170台、はい、170台、360度、みんなやりましたけど本当にすごかったですよね。本当すごかった、うん、だからちょっと動くんですよ、少しずつ。その少しずつ動く、その時だけ呼吸がしたければするし、瞬きしたければ、その動いてる時にしかできないんですよ。大変な集中ですね。大変でしたよね。大変な積み重ねでした。あれは本当に大変でした。本当にね、バカにしてますか、滝藤さん。してないですよ、カイさん。もう尊敬してますよ。およく、ただちょっとなんかまた喋っちゃうじゃないかと思って、俺汗が吹き出してますよ。なんか全部俺横にいるから俺の責任じゃないかなって。あ、でも本当にそういう撮影多かったですよね。多かったです、はい、うん、そうですね。でもまあ CG だって言ってたけど、本当に豪華にしたみたいに、うん、監督も言ってたし、本当にあのアナログの積み重ねなんて、丁寧なね、あの一つ一つ丁寧に積み重ねていくっていう作業だったからね、うん、やっぱどのシーン切り取ってもアナログから始まりアナログに終わるっていう日々だったんで、でその CG っていう部分はもう各々のイマジネーションというか、もうこれがじゃあ全部撮り終わった後にロスに持ってって CG 作業とかだったので、どうなってんだろうみたいなところもあったりして、本当に現場は常にアナログで、体一つでスタッフキャストを含め全員がこう地道にカットを取っていくっていう日々でしたね。ああ、はい、だとするとなおさらこの完成した作品映像をご覧になった時のこのインパクトっていうのは相当なものがあったんでしょうね。いや、もうだから僕らも一視聴者として、カナダ君も言ってましたけど、声出ましたね、本当に。感動もありました。自分が放ってるレーガンが実体として映像の中にちゃんとあるとか、トグロ、目の前にいたトグロがちゃんと、なんだろう、自分のイマジネーションを超えて素晴らしいものになってるとか、なんか本当全てが自分たちの想像を超えてきてたので、本当におったまげましたすごいものができたと思います。はい、ぜひ会場の皆さんもその驚愕の時がいよいよ全世界最速の上映会ご堪能ください。そして明日からいよいよ全世界配信、楽しんでいただけますよね。さあ、まだまだお話を伺いたいところではあるんですが、
お時間がやってきてしまいました、キャストの皆さん、月川監督、興味深い話をありがとうございます。拍手をお願いいたします。もう本当に長い年月を、たくさんの仲間たちと、全力を注いで作り上げた作品です。今日世界で一番最初のお客さんになってくださって本当にありがとうございます。もし見て気に入っていただけたら、その熱量をたくさんの人に伝えていただけると嬉しいです。ありがとうございます。はい、大変長らくお待たせいたしました。本当にワイワイこんな喋っておりましたが、やっと見ていただけるということで、本当に感無量でございます。日本における漫画アニメのカルチャーというのは本当に世界中に届いています。今回幽遊白書を通して、世界の媒体さんだったりとか、いろんな方とインタビューで触れ合ったりしながら、改めて日本のこのカルチャーは世界にちゃんと届いてるんだと。でそれを今回、ネットフリックスという場所で幽遊白書という作品で届けられるきっかけを、機会を、このメンバースタッフ含め、いただきました。だからこその僕らの考える幽遊白書実写での表現、100点を常に追い求めて毎日毎日撮影を重ねてきました。構想、準備、撮影、いろんなことを含めるとすごい年月が経ちましたが、やっと届けられるということで、すごくですね、感慨深いんですが、皆さんのものにぜひとも今後もずっと幽遊白書という作品、これまでずっと長らく愛されてきたこの幽遊白書という作品を改めて、皆さんの青春として愛していただければとても光栄です。ありがとうございました。ありがとうございました。